津山市の小学生が自分たちが育てている稲を鳥などの被害から守ろうとかかし作りに挑戦しました。スズメが怖がるようないい人形かかしを作りたいと思いますが、弥生小学校の2年生およそ80人が地元の高齢者の指導を受け挑戦したかかし作りです。自分たちで田植えをして来月に収穫を予定している稲をスズメなどから守るためのものです。木の骨格に針金を通しペットボトルや新聞紙などで肉付け、服を着せ顔を取り付けると、思わず歓声が上がります。ペットボトルに手を入れるところが楽しかったです。スズメが来なくなって美味しいご飯ができたらいいなと思います。非常に楽しく私も童心に帰った気持ちで作らせてもらいました。完成した6体のかかしは田んぼを守るだけでなく地域の文化祭で公民館に展示されるということです。